大記録、それは競輪史に残るヒーローたちの足跡。グランプリ3回優勝、山田裕二。1997年グランプリデビュー10年目、当時その男は無冠の帝王と呼ばれていた山田裕二。この時までビッグレース決勝13回、グランプリには92年と94年に出場しながらもタイトルに届かなかった山田。しかしこの日、ついに無冠を返上する。同期神山雄一郎をかわし栄光のゴール。後に帝王とも呼ばれるレーサーが最初に手にしたタイトルはグランプリだった。ここまで長かったですけど、皆様が頑張れ頑張れって声援くれたんで、なんとか頑張ってくることができました。どうもありがとうございました。競輪グランプリ02、デビュー15年目、円熟期を迎えていた山田。磨き抜いた脚力、そして経験に裏打ちされた戦術眼、そのレース支配力は圧倒的なものがあった。山田はこの年34歳にして自身初の賞金王に輝いた。翌年競輪グランプリ03、強力な自力型選手が多く激戦が予想されていた。レースは打勝、先行体制の伏見俊明、外から村上義弘が叩きに行って一気にペースアップ。山田は後方に控え、それぞれの選手たちの位置と仕掛けを見極めながら残り1周。前ではもがき合いが続いて最終バック、中段から太田真一、最後方から吉岡利正が外に踏み出す。集団が前後に縮み横に膨らむ中、中のコースを山田が突き抜けた。史上初のグランプリ連覇。コースさえ開けば突っ込む自信はありました。どうしても日本一になりたかったんで、負けるわけにいかなかったですね、はい。帝王はグランプリを三度制した。